バージン諸島国立公園の一バージン諸島国立公園は、米国の国立公園。米国領、バージン諸島の一つ、セントジョン島のおよそ60%を占める。スキューバダイビングとシュノーケリングで有名で、熱帯雨林を通る長いハイキング道がある。公園の面積は59平方キロメートルである。ローレンス・ロックフェラーはこの地を訪れ、信じられないほど美しいと考えた。 ロックフェラーはこの地を購入し、連邦政府に寄付し、1956年の8月2日に、米国で29番目の国立公園になった。センターラインロード展望台から北方を望む、セントトーマス島のレッドフックとシャーロット・アマリーから、フェリーが公園の近くのセントジョン島のクルーズ湾に泊まる。フェリー港から歩いて、すぐのところにビジターセンターがある。 年間の訪問者数は70万人から80万人前後である。バージン諸島国立公園の最も有名なアトラクションの一つはトランク湾で白い砂浜と海中のシュノーケリング用通路がある。相応の準備があれば、シュガープランテーションの廃墟が散在するシナモン湾自然歩道とボルドー山歩道を横断することができる。ボルドー山歩道は、 海抜389メートルのボルドー山という島の最高地点に続き、そこからの風景は天国から見るに違いない風景と表現するのが最も適切である。しかし、最も人気のあるハイキングコースはリーフワン歩道である。この道では周囲の森林の美、砂糖工場の名残、歴史的な価値のある岩面彫刻、湧水滝と澄んだ水を見ることができ、 休んでリラックスすることもできれば、ゼンティワンでシュノーケリングすることもできる。来園者は公園の近くだが、公園外のセントジョン島に宿泊することができる。あるいは公園内のキャンプ場に宿泊することもできる。キャンプ場はシナモン湾にあり、様々な癒しを与えてくれる。また、バージン諸島国立公園は、2、3のセントトーマス島の孤立した場所だけでなく、 シャーロット・アマリー港の沖合の発生ル島も含んでいる。公園の主な目玉はサンゴ礁と海でほとんど完全に公園を取り囲んでいる。新しいサンゴ種が古いものにとって変わりつつあるため、サンゴ礁は急速に変わりつつある。例えば2006年エルクホーンとスラックホーンサンゴがバージン諸島に導入された。もう一つの重要な目玉は熱帯雨林である。熱帯雨林には 公園のほとんどの動植物がいる。動植物が、バージン諸島国立公園が有名な理由で、140種の鳥類、302種の魚類、7種の両生類、22種の哺乳類、740種の植物が生息する。コウモリが島固有の唯一の哺乳類である。野生のロバとかニがそれ以外によく見られる動物である。公園の気候は亜熱帯である。年間降水量は1。 397mm。冬季は11から21ノットの貿易風が吹く。平均気温は摂氏26.1度。植物の優先種は乾燥熱帯森林植物である。公園を訪れるのに最も適しているのは12月から4月で、この時期は天気も良く、海水温も暖かい。心がポイントから見たリーフワンとバージン、諸島国立公園。ありがとうございます。